マシコ町、マシコ町は、栃木県南東部に位置する羽賀郡の町。江戸時代末期からの陶器の産地。昭和期の浜田昭治の活動によって、著名になったマシコ焼きで知られる。町の花は山百合、町の木は赤松、町の鳥はウグイス。それぞれ1977年に制定された。もうかしえの通勤率は21.3%。 宇都宮市への通勤率は12.0%、いずれも平成22年国勢調査。関東平野の北に位置する。古海川が町西側を北から南へと流れ、その菓子の平野部が町の大部分を占める。町の南部は茨城県と県境を接し、丘陵地となっている。町内最高点は標高533メートルの雨巻山である。 マシコの古刷西明寺の伝承は、西明寺百737年、天平九年、行期の創建になり、紀勇麻呂が混流したとする。10世紀には、宇都宮市の老党マシコが勢力を張った。マシコは、騎士を称し、西明寺城を本拠とした。平安末期から室町初期にかけて混流された寺社が、マシコ町にはよく残っている。 源の頼朝が欧州藤原市討伐の兵を起こすと、益子正重は宇都宮市の老頭として先行を挙げ、もう一人の宇都宮市の老頭と共に、頼朝から源氏の旗である白旗一流を下しされた。鎌倉から南北朝時代にかけて、益子市は宇都宮市の老頭としてよく活躍した。益子には西、明寺城をはじめ、七井城など、 マシコ氏の城、鳥毛が築かれた。南北朝の動乱の時宇都宮氏が北朝に着くと南朝方の将軍か菅賢治は、日立国を本拠として1339年マシコを攻めた。これは後に撃退されたが、1351年、再びマシコは戦場となり、西、明寺の伽乱が消失した。1394年、マシコマサ西。 明寺の道具を再建した。ついで1492年には、老門、1538年、天文7年には、仏塔が、益子屋州により再建された。しかし戦国期には、益子市は、宇都宮市と対立することが多くなった。家州が家徳を継いだ後は、隣接する領主と益子市との争いが増し、1583年、益子市月が一伝によれば、家州帝は、 宇都宮市に背き、結果、1589年に宇都宮市によって、増子市と西、明寺城が滅びることとなった。江戸期には、那須黒羽藩大関市に飛び量として、下漁され、幕末に至った。下の章と言われ、陣屋が置かれた。1871年7月廃藩地県の後は、黒羽県から11月に宇都宮県に統合され、 1873年に、宇都宮県が、栃木県に統合されるとともに、栃木県に帰属した。また、1895年には、益子町が設置され、後には、七井村、田野村が置かれた。1911年、明治43年、京弁鉄道法が交付されると、鉄道院はいくつかの新規京弁線着工計画の中に、下立、七井を結ぶ猛火線を含めた。 翌年には工事が開始され、1912年4月1日に下立て、もう岡間が部分開業した。ついで1913年7月11日にはもう岡、七居間も開業し、計画された全線が開通した。後に、カラス山町、玄那スカラス山市とモテギ町の二つから、七井から、それぞれの町への延伸が請願され、誘致合戦は、 政党の政治の具となった。茂木町を地盤とする、政友会議員が衆議院に当選したため、最終的に七井から茂木への延伸が行われた。1954年、昭和29年6月1日には、益子町と七井村、田野村が合併し、益子町となった。いわゆる、平成の大合併で、益子町も羽賀地区合併協議会に参加し、 近隣自治体との合併を協議していた。しかし2004年6月、住民から反対の強かった、もてぎ町が離脱を表明。これを機に合併協議自体が不調となり、8月初頭には協議会廃止の合意を見た。8月24日、町議会は合併協議会の廃止を議決し、知事への届け出を経て、同月31日、合併協議会は廃止された。 マシコ焼きはいわゆるおえ焼きの一つであり、1852年、開園五5年、大塚啓三郎によって始められた。笠間の区のようで修行し、マシコの土を用いて、瀬戸物を焼こうとした大塚啓三郎に、藩主大関蔵将は、マシコ陣屋の裏山の麓、根小屋に土地を与えた。生産量は着実に増し、1855年ご用々となった。 作られたのは主に台所用の雑器であり、木の川の水運を利用して、江戸で販売された。藩は財政再建のため、益子焼を奨励した。藩の庇後を失った後、益子では、積極的に益子焼を釜が経営し、需要に応えつつ、販路を拡大しようとする。当時、土瓶の売れ行きが盛んであり、輸出土瓶の製作が好評だったと伝えられる。 1894年に、マシコ陶器共同組合が結成され、また後には、マシコ陶器練習所も置かれた。実用品を主にした、マシコ焼きに転機が訪れるのは、大正期である。民芸運動の陶芸家、浜田昭治がマシコに住み、マシコの土を生かした独特な作品を作り出していった。浜田は後に、国の重要無形文化財保持者、 いわゆる人間国宝に認定された。2009年度から花あち区だしが参入。2010年度の祇園祭りから山本地区のだしは撤退する予定。2006年、4名の立候補者より2位と500票の僅差にて選出。投票率は75%だった。2010年再選。郵便番号は以下が該当する。一州配局が集配を担当する。 町内全域が、猛海無縁の管轄となり、市街局番は、0285。収容局は、以下のビルが該当し、市内局番は、以下の通り。猛火鉄道の駅が2つあり、増子駅が中心となる駅である。他、七井駅が、町内にある。猛火駅経由で、下館駅、また、茂木駅へと通じる。道路は、栃木県。 茨城県の県庁所在地を結ぶ国道123号が町の北部を東西に横断し、合津若松市へと通じる国道294号が南北を縦断する。米沢市を起点とする国道121号は、益子町を終点とする唯一の国道で、国道123号交点のある町域内を終点とする。また、茨城県桜川市へと通じる道路がある。 マシコ町は2008年からチャレンジデーに参加している。2008年5月28日に岩手県カルマイ町との対戦で圧倒的な差で初出場ながら勝利を収めた。また2009年5月27日に2度目チャレンジデーに参加。相手は広島県竹原市と埼玉県小野町との対戦で2度目の勝利を果たした。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。